本日は説明会にご参加いただきましてありがとうございます。今回は上期業績について報告を行った後に、当グループの目指すところと成長戦略についてお話しさせていただきます。まずは先週5月13日に開示したこちらの資料に沿って上期の業績についてご報告させていただきます。7ページ目のスライドがですね、当社のグループ構成となっております。まあ、大きく分けまして、毎日の暮らし事業と、ライフイベント、一生に一度という意味も含めてますけれども、ライフイベント事業としてその他事業ということで、分けておりますが、ご覧いただいているように、多岐にわたるサービス、もしくは会社からなるグループ構成というふうになっております。次の8ページ目のスライドがですね、ハイライトとなります。当第2四半期、2022年1月から3月期の EBITDA は6億5800万円と、対前年比に比べますと、183.7%、ハイヤーサンドカンパニーの連結を考慮しない、影響を除いたベースとなると 124.3% となりまして、通期業績、見通し、開示してますけれども、その見通しに対して非常に順調に推移しております。毎日の暮らし事業に関しましては、特売事業の業績がやはり計画に対して順調。トピックスとしてはですね、今年度、さまざまな形で法人向けプランの料金改定の準備してたんですけども、来年度に、ちょっと繰り越そうということを考えております。もともと背景として業績も、堅調だということもありますので、より大きなパイを狙っているということも考えておりますので、この辺の細かな説明に関しては、後ほど、堀口の方から説明させていただきますが、日常生活領域、おおむね順調、予定通りということとなっております。ライフイベント事業に関しましては、ハイヤーサンドカンパニーが、計画に対しても順調。こちら上場会社でもございますので、詳細は、ハイヤーの方の開示資料を見ていただければいいと思いますけれども、非常に順調です。当社事業といたしましては、この第2四半期3ヶ月間に関して言うと、郵送向けのコンサルティング事業が非常に好調でございまして、住まい領域全体の増収増益に貢献しております。結婚領域、結婚式のプロデュース、その他結婚領域ですが、これに関して言うと、結果から言うと、この3ヶ月第2四半期に関しては赤字です。コロナの影響を受けているということもありますが、並行してアフターコロナ、コロナ後の、戦略というか投資を割と強めに、強気に投資しておりますので、この期に関しては赤字です。トータルで、毎日の暮らし、ライフイベント、足し込みますと、非常に順調に推移しておりますので、今後こういった、投資した部分が回収できる、もしくは、結婚事業の赤字が解消されるといったことになりますと、さらに利益成長は強めの、予想を出していけるんじゃないかというふうに思っております。連結業績についてでございます。第2、赤で囲みましたけども、第2クォーター累計とします。売上でいうと、進捗率としては 50.7%、 営業利益で 59.5%、 EBITDA で 55.9% という進捗となっております。我々成長企業でもありますので、上期よりも下期、売上利益ともに増えますので、今期の業績に関しましてはほぼ達成できるのではないかと思っておりますし、どれだけ上積みできるかということを、これから下期に向けて頑張っていきたいというふうに思っております。次の連結業績四半期ですね。こちらも、ご覧いただいて分かりますけれども、前年の対、同四半期と比べますと、売上高で 224%、営業利益で 154%、EBITDA 183% となっておりますので、順調に成長しているといったところでございます。連結業績の四半期推移を次のスライドでまとめております。ちょっと見ますと、前期の第4クォーターが特筆して数字が大きいように見えますけれども、ここに関して言うと、下で注釈書いてますが、ハイヤースカンパニーという会社を買収した際に、変則的にハイヤースカンパニーの5ヶ月分の決算を連結したものですから、ちょっと異常値となっておりますが、こちらを3ヶ月相当に直せばですね、順調に右肩上がりに増えてきて、第1クォーター、第2クォーターともに、売上利益ともに増えてきておりますので、
その連結の特殊事情を除けばですね、非常に順調に右肩上がりに売上利益とも増加しているといった状況でございます。先ほどのハイアスを除く、四半期推移がこちらでございまして、まあ、お話同じことになりますけれども、ほぼ順調に売上利益、EBITDA ともに右肩上がりで増加してきているといった状況でございます。でセグメント別の売上ですね、これ、四半期別ですけれども、毎日の暮らし事業というのが、対同四半期と比べまして 154.3% の売上が増加しております。ライフイベントに関しては 378.9% ということですので、まあ、こちらもともに順調に推移しておりまして、対四半期、まあ、対ごめんなさい前四半期と比べても、まあ、ほぼ、同じぐらい、もしくは多少上回っているといった数値で推移しております。はい、このセグメント別を営業利益と EBITDA で割ったものが次の14ページのスライドとなっております。ご覧いただいて、まあ、分かると思いますけれども、営業利益に関して言うと、毎日と暮らしは順調。昨年同年、比べても 189% 推移しておりますし、ライフイベントに関しても結婚式事業は赤字を補って、2億8000万の利益となっておりまして、対前年同月四半期と 248.9% となっておりますので、まあ、こちらもおおむね順調に推移しているという状況でございます。はい、連結のバランスシートでございます。こちらもまあご覧いただいている通りでございますが、まあ、それほど大きなお金の入りくりというのはないものですから、まあ、細かな増減の要因はここに記載の通りではございますけれども、あまりそんな、特筆すべき内容はないのかなというふうに思っております。もし何かあれば別途ご質問などいただければというふうに思います。次の16ページ目のスライドがですね、こちらグループの事業基盤について触れております。我々やはり一番重要視しているのはユーザーさんでございまして、いかにユーザーさんを多く集めてそのユーザーさんの満足度を高めることが大事かと、そしてその掛け合わせた数値というのが我々の企業価値だと思ってますので、じゃあ具体的にどうやってユーザー満足度を上げていこうかということを図示したのがこちらの図です。まず第一の接点としてはメディア運営しています。まあ、サイトでコンテンツを提供していたり、メールマガジンを発行したりといったことが、主なことになっていますけども、ユーザーとの接点を最大化するということで、今月間の利用者数が、約4100万人というところまで来ております。多少各メディアによって重複がありますので、まあ、純粋な、数値となるともう少し減ってしまうとは思いますけども、まあ、それでも2000万から3000万の方々、重複しないユーザーの方々に今ご利用いただいていると、いったこととなっております。でそれに加えまして、まあ、SaaS と呼んでおりますけれども、対事業者向けに事業者支援ですね、さまざまな、まあ、例えばスーパーなどもそうですけれども、チラシの情報ですとか、まあ、さまざまな事業者さんがお持ちの情報を我々が、データとしていただきまして、それを加工してユーザーさんに見やすいように、ツールなり、そうですね、メディアなりでお伝えしているんですけれども、まあ、結果、ユーザーさんの満足度を上げる必要な情報は手に入れることができると。参加事業者さんは、ユーザーさんが増えることによって売上が上がるといった、ウィンウィンの関係を今築いているといった状況です。現在の契約のアカウント数が約5万9100となっておりまして、まあ、こちらを今後もどんどん営業力の強化ですとかサービスを強化することによって増やしていこうと思っています。まあ、我々からすると、この SaaS に参加されている事業者さんは、クライアントと呼ぶこともできますけれども、同じコンテンツを作っていくコンテンツのパートナーだという位置づけでもあります。でそして、まあ、一番右に書いておりますけれども、ツールとエージェント機能ということを掲げておりますが、まあ、ツールというのは、まあ、例えば家計簿であったりと、アプリであったりといった形で、各個人のスマートフォンなどに、ダウンロードすることによって常に持ち歩き、そして自分で情報を加工し、使いやすいようにしていくといった意味でツールと呼んでおります。そういったツールの合計の、累計のダウンロード数が今2300
30万ダウンロードとなっております。そしてエージェントと呼んでいるのは、まあ、我々ライフイベント、特に一生に一度の、具体的に言うと結婚式ですとか不動産住宅の売買などもそうなんですけども、まあ、そういった場面において、やはりどうしてもメディアだけでは補足しきれない、理解しきれない、ツールだけでは理解しきれない、不便である、といった時に、専門家、まあ、結婚式ではウェイティングプランナー、住宅で言えば、さまざまな形での不動産、さまざまな形の、まあ、ライセンスホルダーというか資格、有資格者ですね、そういった方、まあ、保険もそうなんですけども、資格を持った専門性の高い方々に、オンラインで相談できるですとか、もしくはリアルな相談カウンターを設けて相談できるといったサービスを展開しております。で、年間のサービス提供数が現在で4300、まあ、これらの月間利用者数、契約アカウント数、ツールの累計ダウンロード数、年間サービス提供数、これの数値をもっともっと増やしていって、多くの方に使っていただく、そして満足度を高めていくといったことが我々の今考えている成長戦略ではございます。はい、グループ全体でのメディアを足し込んだ、まあ、月間の利用者数の推移でございます。おおむね順調に右肩上がりに増加しております。ただ、あの12月と、直近の12月と3月を比べて少しへこんでおりますけれども、まあ、これは12月の季節性ですね。毎年そうなんですけども、年末年始にたくさんのユーザーが訪れる、もしくは、イベントに応じて、我々のメディアのユーザー数が一時的に増えるということもありますので、12月の数字が良すぎたので、3月が多少へこんでいるように見えますけども、まあ、この3月の去年の3月と比べれば増えていますし、まあ、足元の4月の数字また順調に増加に転じておりますので、基本的には多少の季節性があって凸凹はありますけども、トレンドとしては傾向としては右肩上がりでユーザー数は増えてきているといった状況でございます。はい、グループ全体の契約アカウント数の推移です。こちらちょっと分かりづらい表現もあるかもしれませんが、12月と3月において契約アカウント数が減少しております。これ、概略を申し上げますと、無料の参加店舗よりも、どちらかというと、有料でお金をいただいている店舗さんに対して、優先的に営業しようということ、営業戦略の変更があったものですから、アカウント数は減っておりますけれども、売上利益も伸ばしておりますし、今後どうやって増やしていくかなども含めて、詳細に関してはこの後、堀口の方から説明させていただきます。まあ、数字上ちょっと減っているように見えますが、問題ないと、これからどんどん増やしていけるというふうには考えております。はい、そしてですね、先週ですね、5月13日付で、優勝ストックオプションの発行と自社株取得を決議しております。ストックオプションに関して言うと、2026年9月期において EBITDA100 億円の達成を行使条件としまして、グループの役職員を対象として優勝ストックオプションの発行を決議しております。同時に、自社株買いも発表しておりまして、まあ、当社の今の利益水準ですとか、まあ、これからの成長性を勘案すると、まあ、どう考えても株価は安いと我々判断しておりますので、自社株買いを、上限8億5000万円100万株上限に取得するということを発表しております。これ単純に足し込むとですね、まあ、平均850円までは買うよという話ではありますので、まあ、今日の終値でまだ400円いってませんから、まあ、まだまだ我々としては株価としては割安であるというふうに判断しております。でこうして、まあ手に入れた自社株に関しては、まあ、M&A に使ったりですとか、優秀な人材のつなぎ止め、もしくは優秀な人材のスカウトに使ったりですとか、まあ、もしくは焼却したりですとか、さまざまな、選択肢を持っていると思いますけれども、まだ正式に決まっておりませんが、非常に会社の成長のために、もしくは株価の維持のために、向上のために、うまく活用していきたいというふうには思っております。はい、じゃあ続きまして、毎日の暮らし事業の概況につきまして、堀口より説明させていただきます。はい、毎日の暮らし事業について、堀口より説明させていただきます。秋田の説明と重複するところがあるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。毎日の暮らし事業につきましては、ロコガイド社、財務、キッズスター、静岡オンラインといった日常生活、地域情報といったものが含まれます。今回、四半期の推移についてご説明、このスライドでご説明させていただいております。
売上は先ほどにもありましたように、全クォーターから見ますと、全四半期から見ますと横ばいになっております。こちら、先ほど順調というふうにありましたが、特に特売事業、ロコガイド社におきましては、前期、前クォーターともに増収増益になっております。しかし、第1クォーターである10月、12月、前四半期につきましては、静岡オンライン、それからキッズスターさんの方で、季節性、あるいは単発の企画といったものの売り上げがありましたので、そちらが全体の売り上げの吸収がすることができず、ほぼ横ばいとなっております。利益に関しましても同じような説明で、基本的にはロコガイド社、メインであるロコガイド社は増収増益になっておりますが、先ほどの2社の関係上、減収に転じておりますが、で、まあ、前期から見ますと 150%、売上につきまして 150%、利益につきましても 108% 以上の伸びをして順調に推移している状況にあります。次お願いします。月間の日常生活領域における利用者数になります。先ほどはグループ全体でしたが、まあ、メインで日常生活の方がメディアを持っておりますので、大きくはこちらの数字が全体、グループ全体の数字を左右するかと思います。先ほどはクォーターの末、四半期の月末、クォーター末の月の月間の数字でしたけれども、こちらは毎月の数字の推移を示しております。見ていただいた通り、季節性がございます。特に前期の12月から1月にかけては、ユーザー様、利用者さん、生活者の方が年末年始と特売、それから生活メディアの読むのを一番利用される時期になっております。私どもは逆にそちらを商機と捉えてキャンペーンなどを打ち、まあ、ユーザーの今年、この後ずっと続くユーザーの底上げをして、このようなデコボコになっているような状況です。結果、読むのにおきましては、特に1月、2000万人、2200人を突破しまして、生活情報のメディアとしてはナンバーワンとならせていただいております。はい、お願いします。それでは、特売サービスの店舗についてご説明させていただきたいと思います。こちら、掲載しておりますのは、流量の店舗掲載数になります。先ほどは無料も含めた全部の掲載数でございましたが、こちらが有料のみの、掲載になっております。掲載店舗につきましては、有料は今3万9000店舗弱、有料ですね、についてはなっておりまして、順調に推移しております。こちら、特に3月、こちら、小売店さん、スーパーやトラックさんの、商機、予算の商機になりますので、そちらしっかり底上げができまして、固定の定額の方の有料店舗も1300件、1400件ほどの新しいお客様が増えております。加えまして、こちらにこのタイミングで料金の私どものプランの既存のプランの中のアップセル、あるいは値引きの是正などを行い、黄色のグラフにありますように定額における課金の単価につきましても右肩に上がっている状況にあります。なお、説明に先ほどありましたように、無料も合わせた店舗数の拡大につきましては、今ロコガイド、特売を有するロコガイド社が非常に順調に業績が推移しておりますので、一つはそちら、無料の、まあ、ご利用、あまり使用されていないような無料の店舗に力を入れるのではなくって、有料の店舗様に力を入れ、より良いコンテンツを増やすことによってユーザーも獲得したいと思っている戦略に変えております。また料金の改定につきましては、昨今ずっと今期にという話でしたが、この業績予算のところに加えまして、さらなる、店舗の拡大ということで、新業態、もしくは既存のお客様にさらにアップセルいただけるような料金プランをさらに作りたいと思います。具体的には、例えば、自由度の高いエリアの選定、自由度の高い期間の選定などを、まあ、固定プランプラス設定することで、まあ、外食さんはじめ、新しいこれからやろうとしている業態に向けても適用できることで、店舗数の拡大をさらに拡大したい。まあ、今よりもボリュームをアップ、急速にボリュームアップできるような状況にしたいと思っております。はい、次に行きます。こちら具体的にこの第2クォーター、1月から3月に入っていただきましたお客様ですけれども、特に DCM 様が入っていただくことで、ホームセンターの業界におきましては7割のシェアを占め、トップ3と言われている3社、
カインズ様とか、コメリ様、この3つが入ることによって、大きく特売の方ではホームセンターさんをシェアを取ることができております。まあ、他もあの5割近く、4割5割近くありますので、先ほどの説明にありましたようにも既存のやり方ではなかなか、成長、店舗の成長、こちらの既存も難しいと思いますので、来年に向けて拡大のできるようなプランを改めて制定し、外食、それからこの産業態のアップセル、それから、新しい新業態につきましてもチャレンジしていくように今期中に準備を進めているところであります。はい、次お願いします。はい、またあのサービス面につきましても、この今期から注力して、毎日の利用者数を増やすため、いわゆる DAU を増やすために、いろいろ施策を急速に行っております。ほぼ毎月1改定、もしくは1 サービスを特売の中に上位に改定していっております。ここにあるのは、例えばクーポンやレシピといったもの、もしくは52種のコンテンツといったものなどのリニューアル、それからトップページのリニューアルなどなど、あの他にもユーザー様が他に使いやすく、今まで以上にチラシだけではない利用も含めて拡大できるような形で、今サービスのメディアの強化をもう10月からスピードを持ってやっております。また特売のロゴにつきましては、昨今の SDGs エコロジーの観点から、まあ、レジ袋のロゴというよりも、まあ、違う、もっと皆さんが買い物楽しくなるようなロゴに変更させていただくことで、もっと皆様に利用されていただくアテンションをたくさん取れるようなサービスの強化を行っております。また、特売と今回暮らしに工夫者が10月から一緒になりました。まあ、グループ全体統廃合を行っている中の、まあ、選抜隊として、特売と読むのの連携を、10月から行っております。特売ニュースであるとか読むのとは当然のこと、特売と読むののコンテンツの連携をサービス内でも行うとともに、広告商品としても、まあ、店舗面出先での面での確保、それからじっくり読んでいただく読むのといった形の両方の良き面を利用したことで、まあ、ここにありますような食品メーカーさん、調理メーカーさん、たくさん好評にご利用いただくような商品開発を行っておりまして、これによって新しい売上を確保してまいりたいと思っております。最後にですが、参考にまでですけれども、特売のユーザーからやはり昨今の、まあ、特に円安、それからコロナ禍における、まあ、消費の不安というか、まあ、手持ちの不安などもあります。弊社としましては、まあ、特に日常毎日の暮らし領域におきましては、まあ、特売、それから生活マガジン、暮らしを生き抜くマガジン読むの、もしくは財務といった、まあ、節約の戦略、を、まあ、皆様のユーザーの助けになるようなもの、生活の助けになるようなものをたくさんデイリーのコンテンツとしても提供、ツールとしても提供させていただいておりますので、そちらをまあ武器に、これを商機と捉えてさらに拡大させていただきたいと思います。以上、日常毎日の暮らし領域のご報告を終わります。はい、それではライフイベント事業のうち住まい領域に関して私からご説明させていただきます。住まい領域、まあ、ここで出しているのはハイアスを除いておりますけれども、業績の四半期の推移です。ご覧いただいて分かると思いますが、まあ、売上に関して言うと順調に右肩上がりに増えてきております。特に今期、この第4、四半期に関して、第2四半期に関して言うと、SSI とグループ会社がありますけれども、富裕層向けのハワイのリゾート案件、こちらの、まあ、情報の、仲介のポジションになりますけれども、そういった特殊要因などもあり、大幅に増収増益しております。既存のおうちの事業、おうちの工夫事業に関して言うと、まあ、ほぼ横ばい、もしくはおうちの工夫事業に関して言うと、今、ちょうど在庫を増やしている状態でもありますので、買取再販事業は、まあ、この後で触れます。はい、買取再販事業に関しましてです。まあ、おうちの工夫という社名でやっておりますけれども、在庫の保有状況が、ご覧いただいているので、まあ、ほぼやや少しずつ増やしてきております。であらりに関して言うと、まあ、ほぼ横ばいぐらいなんですけども、現在、在庫回転日数をきっちりコントロールしながら、健全性を保ちながら、在庫を増やして、まあ、こちら、これからの販売にした、強めの、強気のですね、販売計画をある程度作ってもいいのかなというところもありますけれども、慎重にもなりつつではありますが、
ほぼほぼこちらの買い、まあ、期待のような在庫金額で、在庫を持ちながら、今、販売に向けて取り組んでいますと。で、具体的にはこの後ちょっと触れますけども、これまでと違った形での住まいの売買の仲介みたいなことをやろうと思ってますので、その実験に向けての仕入れといった色合いもございます。それについては後に触れます。ハイヤーサンドカンパニー、こちらグループ会社になりますけれども、連結業績の四半期の推移です。まあ、こちら上場している会社ですので、詳細はそちらの資料を見ていただくのが一番確実かと思いますけれども、売上に関しては多少へこんだものの、無駄を省き、リストラをすることによって利益体質となり、今となっては増し元、順調に営業利益が右肩上がりに増えてきているといった状況でございます。で次に、ハイヤーサンドカンパニーの改善状況でございます。現在、特設注意市場銘柄に指定されておりますけれども、その後、さまざまな改善を経まして、今後、5月26日に臨時株主総会を開いて、新たな取締役を選任して、その後に、内部管理体制などをしっかり、固めることによって、この特設市場からの、脱却というか、まあ、元の市場に戻ると。ということを今目指しております。まあ、こちらも上場している会社ですので、詳細、詳しいことに関しましては、直接ご覧いただいた方が確実かなというふうには思っております。で、先ほどもちょっと触れましたけれども、住まい領域において、ちょっと新しいことをやっていきたいなというふうに思っています。まあ、もともと我々ユーザーにとってですね、ユーザーファーストということを掲げてますけれども、まあ、ユーザーにとって、住まいにと、まあ、住まいを売ったり買ったりするときに、必ずまあ後悔しないような取引にしていただきたいと。そこを徹底しようと思った場合に、やはりユーザー目線で売り手と買い手の、なるべく直接取引に近づく、そして第三者としてできるだけユーザーの味方となって、サービスをしていく、アドバイスをしていく、直接取引&、そして我々のお手伝いといったことをやっていきたいというふうに考えています。そのためにはグループ各社の機能をフルに利用しまして、売りたい、買いたいといった検討段階から実際の売買完了までを専門性の高いサービスでサポートしていこうと思っています。まずは、興味段階、売りたいんだ、買いたいんだと潜在顧客、もしくは、それの実際にじゃあ買おう、売ろうとなった時も含めてですけども、ユーザーにとって有益な情報をメディアで流すことによって、事前に情報をお届けし、そしてユーザー情報を我々としてはデータとして持っておきたいと思っています。一方で、物件の情報、査定ですとか鑑定といった専門性の高いものに関しては、我々の専門部隊がそれをデータ化しまして、常にユーザー目線でご利用できるような形で加工しております。実際に買ったり売ったりする際にも、リフォームがあった方が付加価値がついたりですとか、保険があった方が安心ってともあると思いますので、それらの機能も保険会社をグループで有したりですとか、ハイアスを通じて工務店も、帰属ネットワークを給付ということで実現していこうというふうに思っています。主に狙っているのはやはり中古物件です。今、実験的にマンションをやっておりますけれども、中長期的には地方も含めた戸建て住宅の売買仲介というのもぜひ手掛けていきたいなというふうに思っております。実際に、住宅の売買においては、さまざまな場面、さまざまな手数料が変わるんですけれども、我々はグループで一貫してお手伝いすることによって、トータルでの金額を安くできるような、そしてトータルでの満足度が高くなるような、直接取引に近いような形で我々はサービスを作っていきたいというふうに思っております。はい、そして続きまして、結婚料金って、また世話しないですけど、堀口の方から説明。再び堀口の方から説明させていただきます。結婚領域につきましては、第6波、ちょうど第6波が入ってしまいました。第2クォーターになりました。残念ながら減収減益、特に赤字となってしまいました。大きくはやはりプロデュース、式場開催される予定だったものが、キャンセル延期ということで減少したことが大きな原因です。一方、ただそのために、何かをするというよりも、どちらかというと、アフターコロナに向けまして、特にメディア、これから状況が変わってきますので、そちらのメディアの開発に、投資をさせていただきました。結果、赤字という形に、第2クォーターはなっております。
次お願いします。今後ですけれども、弊社は特にこの領域におきましては、エニープレイス、エニープランといいますように、もともと結婚式組数につきました半分以上も結婚式しないのではないか、もしくは3割しないのではないかといろんなデータがございますけれども、私どもは結婚挙式数を増やしていきたいということで、いろんな場所でいろんなプランがあればいいよねということで、エニープラン、エニープレイスというふうにコンセプトに今、事業を行っております。その中の一つとしましては、やらなかった層、もしくは今コロナになって、例えば少人数であるとか、そういう新しいスタイルも生まれてきました。それらができる会場数を増やしていこうという形で、この左側の図になりますけれども、黄色いところの場所を開拓しております。こちらにおきました、例えば公園であったり、サッカー場であったりという形で、新しい会場が続々と増えておりまして、今ここには1400とありますが、すでに1500件を、ということで、競合さんである、大きなゼクシーさんというのがいったような、ところの掲載数を上回ってナンバーワンの今掲載数になっております。でこちらもただ掲載しているだけではなくって、弊社の中ではプロデュース会社を持っておりますので、こちらのプロデュース会社で私どもがきちっと施工できるようにさせていただくことで、結婚式の幅を増やすということを一つさせていただいております。また先ほどありました結婚しない層につきましては、本当にそうですね、写真だけでやるとかデジタルだけでやるという形も増えておりますので、そちらのサービスも展開することによって全体的な組数のアップを目指していきたいと思っております。でまた先ほどありましたね、メディアの強化としましては、先同じ繰り返しになりますけども、新しいプラン、コロナになって新しいプランが生まれてきましたので、既存の従前たるサイト、メディアではお伝えできないようなフォーマットも出てまいりました。そちらの改善に今、注力しておりまして、大規模なリニューアルを行っております。また従前からやりたかった、メディアとプロデュース、先で言うとエージェント機能の、連携といいますか、そちらを右側の図にありますように、今できる会場につきましては弊社でプロデュースできますというアナウンスをはじめ、こちらのコンテンツの充実に今注力していることになります。いずれも来期もしくはアフターコロナ、もしくはその海外挙式なども含めた市場が戻ってきた時に向けた新しい投資を現在行っているところになります。以上ご報告申し上げました。はい、では続きまして、本日付で開示しました、こちらの資料を、見ていただいているかと思うんですけれどもですね、はい、当グループの目指すところ、成長戦略についてお話しさせていただきます。おかげさまで、さまざまな会社統合作業も進みまして順調でございます。業績も順調に推移しておりますので、少し時間いただきて、次の成長に向けた取り組みについて説明をさせていただければと思います。タイトルで、サービス、データ、ブランドの統合に向けてと触れておりますけれども、一番、お伝えしたいのはですね、どんどんグループのシナジーを高めていきますよということではあるんですが、第5期、これ開示している目標ですけれども、2026年9月期の目標としては、過去にもこれ出してますが、月間利用者数が6000万人で、グループでの EBITDA が100億円といったことを今、計画値として開示しております。それに向けて、どういった施策をしていくのかって話にはなると思うんですけども、現在の、当社グループ工夫カンパニーのサービスが、ご覧にいただいているような、毎日の暮らしと、ライフイベントに大きく2つ分かれてますけども、多岐にわたるサービス、そして多くの会社を抱えてますけども、現在まだまだ個々のサービスが、違う名前でやってるから、そもそもそうなんですけども、点で存在していると、そういった状態でございます。まだまだこれが、総合シナジーを効かせきれてないという状態であります。それをじゃあどうしようかというのが次のページですけれども、我々がどうやって企業価値を高めていこうかと同じことを話はしているんですけれども、やはり一人でも多くの方に、一回でも多く使っていただく、そして満足度を高めていく、その掛け算が我々の企業価値だと。てますので、毎日の暮らしから始まり、一生に一度のライフイベントまで、あらゆる場面でさまざまな悩み事ですか、困り事、そういった時の選択肢が増える、もしくは意思決定が困らないといったことを、目指しています。我々のグループの
サービスを使うことで、まあ、選んでよかったと、使ってよかったと、後悔しないような、決定ができたというのが満足だと思っておりますので、まあ、ここをいかに達成していくのかと。で、現代ではある程度サービスラインナップは揃ってきましたけれども、まだまだ本当点の状態ですので、この統合を機に、まあ、さらに統合を進めていって、まあ、点から線へ、線から面につなぐことによって、まあ、これまでの日本にないような新しいサービス、生活者のインフラとなるようなサービスにつなげていきたいというふうに思っています。で、次のページに、まあ、目指す世界と書いておりますけれども、まあ、同じような話にはなりますけれども、まあ、例えば特売であれば毎日のチラシを眺めながら買い物に行く、夕食の献立を考えるといった、まあ、1日3回行うような食べることに加えて、まあ、財務でやっているのは家計簿、毎日の消費活動を記録するですとか、まあ、もしくは静岡オンラインでやってますけれども、地域情報を、まあ、暮らす人方、人々にとって有益な情報をお届けするといった、まあ、毎日、まあ、金額にしては大した金額じゃないかもしれませんけれども、小さな世界かもしれませんけれども、小さな満足度を積み重ねていくといったサービスを展開するとともに、結婚、まあ、家を売ったり買ったりする、まあ、子供が生まれる保険に入るといった一生に一度もしくは数回と、いったライフイベントの時も我々のサービスをご利用いただくことで後悔しない満足のいく意思決定ができるといったことをやっていきたいと思っています。まあ、現在先ほどちょっと見ていただいた点で存在するサービスではございますけども、今後さまざまなサービスをどんどん追加していくことによって毎日、毎週毎月、そして1年に1度、そして一生に1度、さまざまな場面で我々のサービスをご利用いただく、そういった、サービスカンパニー統合した姿を、目指しております。はい。まあ、これ先ほどとも重複になりますけども、我々にとって一番上位概念、一番上にいるのはやはりと言ってもユーザーさんです。多くのユーザーさんを抱え、そのユーザーさんに、いかに満足していただくかと常に考えているんですけども、一番先の生徒はやはりメディアだと思っています。メールマガジンであったり、ウェブサイトであったり、もしくはアプリであったりすると思うんですけども、そういったメディアやツールを通じてユーザーさんと密接な関係、頻繁に接触する関係を作り、一方で結婚や、家選びといった専門性の高いものに関しては有資格者が我々がお手伝いをして、まあ、ともするとですね、やはり業者側に情報が偏っていて、生活者側が情報面で不利な点があるといったことも多々ありますので、まあ、そういった情報格差であったり、まあ、一般生活者が損をする不利となるようなことを是正して、全ての意思決定において後悔のないように満足いく形で物事を選んでいくといったことを考えていきたいと。そのためにユーザーを頂点としたメディア、ツール、専門サービス、こういったものを共に、連携しながら、統合しながら、いいサービスを作っていきたいというふうには思っています。で、参加いただいている法人様には、まあ、SaaS といった形で、まあ、いろんな我々の、仕組みを提供しています。例えば特売であれば、チラシで紙の情報をデジタルでいただくことで、整理をしてユーザーに合った形でお届けをしています。参加いただいている、顧客さんでいうと、まあ、特売でいうと紙代が浮くですとか、情報の更新頻度が上がるですとか、もしくは自分おのおのユーザー層に合った形で情報をお届けできるという形で、紙では味わえなかったような、実現できなかったような価値を、ユーザーさん、そしてクライアントさん、法人顧客さんに味わっていただくことで、結果売上も上がり利益も出る、そしてその一部を我々も受け取るという形になると思いますので、まあ、相互にユーザーさんと、法人顧客をうまくつなぐ、データを使ってうまくつなぐ、そして3社、ユーザー、我々、まあ、お客、法人お客、すべてのステークスホルダーがウィンウィンとなるような関係を作っていきたいというふうに思っています。まあ、SaaS と呼んでおりますけれども、我々にとって法人のお客さんというのは情報を提供いただいている点でコンテンツのパートナーですので、このコンテンツのパートナーさんといかにいい関係を作るか、優先的に数多くの情報を我々に提供していただき、そして、まあ、数を多く早くですね、情報をいただくということが我々にとってすごく重要だなというふうには思っています。はい。で、現状のグループの課題の認識です。過去の説明会において、まあ、左側に書いてあるような、いくつかの課題を
掲げておりますけれども、まあ、その後、時間の経過とともに、まあ、一部、解決済みのものもありますし、まあ、新たな課題なども出てきておりますけれども、おおむね順調に進んでおります。特に社内だけで完結するような管理部門の統合といったものは、もうすでに出来上がっておりますし、まあ、これからはサービスの統合、もしくはブランドの統合、そして、まあ、本丸でのデータの統合、こういったものを進めていきたいというふうに考えております。でまあ、繰り返しになりますけれども、メディアとサービスをうまくつなぎ込むことで、これまで点在していた、点であった我々のサービスを線にして、そして面にしていこうというのを思い描いております。まあ、工夫グループとして、まあ、これまで様々な特売であったり、読むのであったり、まあ、さまざまなメディアを運営しているんですけれども、まあ、これを同じタイトルによって統合していく。そして現状ではまだちょっと要素が薄いですけれども、コミュニティを新しく作って育てていくと。で一方で、もう独立したツールである財務であったり、まあ、ゴッコランドといったツールはさらにパワーアップをしていくといったことを考えています。一方で、ユーザーベースデータを統合したり、メディアを統合したり、サービスを統合する一方で、各エリアごとにそのサービスを切り分けたりですとか、もしくは対象ユーザーごとにコンテンツを出し分けするといった、地域別での出し分け、もしくはユーザー属性による出し分けといった、個別最適化サービスというのもどんどん今後取り組んでいきたいというふうに思っております。でこれらのサービスや、ブランド、会社を統合することで何をしたいのかというと、まあ、最終的にはユーザーの満足度を上げるということではあるんですけれども、毎日の暮らしから上がってくるのは、それこそ、まあ、スーパーのチラシ情報から、まあ、家計簿情報といったものも含めて、そして単価は高いですが、一生に何度もない結婚の情報ですとか、住まいの売買の情報なども、すべて統合することによって何がしたいかというと、我々がしたいのは行動の提案です。他の検索エンジンなどではデータを集めることで、広告の最適配信をしたりだとか、まあ、Amazon その他 EC サイトであれば、過去の購買履歴を追って、購買の提案、次何を買ったらどうですか、まあ、購買提案ですね。販売の提案という形でデータを活用していると思うんですけれども、我々がやりたいのは行動の提案です。日々のデータ、もしくは一生に一度のライフイベントのデータを蓄積することによって、ユーザーにとって最適な行動を提案できるような会社になっていきたいと。まあ、そのためにデータが重要ですし、そしてそのデータをいかに活用するか。その活用をまあ我々としては概念として、まあ、工夫と呼んでますけども、さまざまな量、たくさんのデータ、そして鮮度の高いデータ、そして個別最適化されたデータということを数多く集めて分析し、そして提案することによって、まあ、行動提案ということによってユーザー満足度を上げて、生活者にとって必要不可欠な、生活者のためのインフラとなるサービス、それに結びつけていきたいというふうに思っております。まだ、まあ、具体的にサービスを世に出しているわけじゃないので、イメージしづらい部分もあるかもしれませんけれども、まあ、何を目指しているのかというと、やはり行動提案を行えるような生活者にとって必須のインフラとなるということを目指しております。まあ、そのためにはですね、まあ、今点在しているサービス、ブランドを統合して、まあ、工夫グループという名前は、これ最終的にグループの統一ブランドはこの名前になるか分かりませんけれども、自然性を統一することによって成長を加速させていこうということを考えております。で新しいグループの理念としては、まあ、工夫で暮らしにひらめきをということを掲げておりまして、ユーザーへの約束として、私たちはユーザーのことを考え抜き、真の課題解決方法によって、一人一人に合ったサービスを作り、新しい体験を届け続けますというのをユーザーへの約束としております。そして大切にしたい価値観としては、まあ、引き続き同じ単語を使っていますが、まあ、ユーザーファーストという単語を使っています。ユーザーのためによく学び、よく考え、よりよく働く、そして日々工夫していく。といったことを我々の大切にしたい価値観として言葉にしておくことにしました。まあ、これまで、さまざま M&A だったり、新規事業だったりとして、バラバラにいろんなサービスが出てますけど、我々としても、どちらかというと、そうですね、点在していたサービスがありましたけども、まあ、今後、しっかりそれらを統合することによって、もっともっといいサービス、
いろんな方に使っていただけるような様々、すべての日本の国民、そして日本で成功事例を持って海外の方にも使っていただけるような、そういった、サービス、会社になっていきたいと思いますので、ぜひ、ご覧いただきながら、我々の成長を見守っていただければというふうには思っております。以上で私からの説明とさせていただきます。ありがとうございました。